エース任せろ。エイジ、ハテナハテナ。うわ、来た。最後の超決戦、レッチをかけた戦い。バーナックさん、結局どうしたんだろう。どこまでもしつこいレッチ。聞こえます。今のアロン時代と星はつながるみたいです。その時代は完全にトアが支配しています。俺たちは助けに行くことができません。最後の戦いとなるでしょう。あなたの力で宇宙を救ってください。なんてやつなの。ここまで追い詰めるな。こうでなくてはな。それでこそ俺が認めた強敵だ。あ、こいつ壊れてね。笑っている。ミラー、何よそのパワーは。私に接近していない力だ。ミラー、なんか、いやでも弱いけど、時の狭間を漂いながら、自分に足りないものをずっと考え続けた奴らに、俺にない、それはどんな強敵にもひるまず立ち向かう悪なき闘志。最初から強大な力を持って生まれた俺にはない魂の叫びだ。もはや最強とは名乗るまい。俺はこの戦いで俺自身の限界を超える。限界を超えた反動でオーバーヒートしているわ。止まりなさいミラ、それ以上は危険よ。グハハハ。私の声が届いてない。このままじゃコアが暴走してる。この宇宙ごと吹っ飛んでしまう。今のうちに見える。どれほどの爆発になるかわからないわ。爆発が次元を突き抜けて、我でもしたら仕方ないわ。こいつ弱すぎて俺1ダメージも食らってないよ多分。ミラを早く止めないと共倒れになるわよ。私も手を貸すわ。早くミラの活動を停止させてちょうだい。トア様、極悪化だ。トア様が味方？いや、めっちゃ嬉しい。お前、トア様に傷つけてんじゃねえぞ、おめえ。てめえよ。変なロボットだかなんだか知らねえけど。さすがにお前、トア様に傷つけるのだけは許さねえぞ、俺が。あ、つうか、スーパーサイズ3溶けてんのか。わ、さすがトア様。ちょっと長くない？俺、おい、俺しっかりしろ。これが連続死ねし。え、どこ行ったあいつ。連続死ねし。連続死ねし。オッケー、行くぜ。バカが成長してねえな、おめえも。どうやら俺もだな。こいつなんかどういう動きしてるん。こいつてめえうぜえな。おい、はい、あーくそ、恐竜撃何やるじゃん。トア様な、さすがだよ。恐竜撃剣雑魚が。自分でリミッターを外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。コアを取り出して修理しないと。その必要はない。え、俺はお前の設計を超え自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな
私が作ったものなのに裏切るなんて。卵は異常なエネルギー反応です。おい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 、なんかスーパーサイジン4の白色みたいな。おい聞こえとるか、そやつは時たちの卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらの手に負える相手じゃない。早くどこかに逃げるんじゃ。ワダクさん、まだ早いよな。僕ウイスマークついてるってことは、ウイスさんたち連れてきてくれたんか。これかっこよ。ちょっと待って、どうやらここからは神と神の戦いらしいな。やっぱしウイスさんか。今度はオラがおめえを助ければまだ終わってねえ、まだ終わってねえ。自分でも信じられないけど力が湧く。最強である使命も創造主の命令もない。これが自由というもの。今の俺にあるのはお前たちに勝ちたいというその思いだけだ。サイヤ人の底知れない強さ、お前たちの強さを尊敬している。だからこそ倒す。何なんだこれは。お化けまとめて信じられないこのパワーだ。ドクわしの声が聞こえんかったのか。瞬間に飛んで帰ってくるんじゃ。え、なんで。そう言うなよじっちゃん。そうだよじっちゃん。リレーとかなんとかオラにはよくわかんねえし、こいつがとんでもねえのもよくわかっけんど、でもここで戦わねえ理由にはなんねえ。こいつと戦ってるとワクワクしてしょうがねえんだ。間違いか。ここまでです。あのミラさ、かっこよくなりすぎじゃない？こんなかっこよくなんの？いやちょっと意外だわ。こんな大猿のあのなんか白色みたいになるとは思わなかったわ。いやかっこいいな。なんかごめんよお前、なんか雑魚とか言ったりして、変なただのロボットとか言ったりしてさ。ここまで食い下がってくれるとは。だがもっともっとあがいてくれ。ちょっと聞いてんのかな、こっちもフルパワーでやってんだけどな。え、マジか、破壊弾吹っ飛んでなかったこいつ。お前ちょっと建物の中に入るのはずるだろう。いけー破壊弾。いやこいつ普通に強えな。いやガードもちゃんとするしな。だがそれだけじゃ俺には勝てない。もうすぐ勝てる。オッケー。かっこよ。もしかして飛んで何。
行くぜ。はあ、ねえ、はあ、ねえ、はあ。これで全て解決じゃの。ええ、これでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻れそうです。うわ、これで終わりか。ゼノバス2しばらくはか。また悪いやつが出てくるかもしれませんが、それに立ち向かうのが俺たちの仕事ですから。ほほほ、これからも修行あるのみっちゅうところか。俺はまだまだ実力不足です。今回もそれを思い知らされました。なに、心配するな。お前さんには仲間がおるんじゃからな。はい。だからこれは食べるものじゃないの。卵焼きなんてもってのほかだからね。キー、なんかうまそうに見えんだよな。何のためにみんなが頑張ったと思ってるのよ。ミラより立ちが悪いわね。はははわりわり。あ、みんなやっほー。そろそろ卵から新しい宇宙の時間が生まれるわよ。みんなで見ていかない？記念すべき瞬間ですね。ぜひ。はてさて、次はどんな歴史が紡がれていくのやら。すげえやつがたくさん出てくっていいな。なんか俺はワクワクしてきた。ジェル、じっちゃん先に言うなよ。じっちゃん、俺待ったのに。笑い事じゃねえぞ。いやー、でもこれで終わりか。いやー、マジでおもろかったわ、本当に。いや、マジでね、意外だった。歴史改変って言ってもね、なんかそこまでじゃないかなとか思ってたんだけど、いや、これ面白いね。でもなんか、みんなが言う Q だっけ、それよりそいつは出てきてないんだよな、今んとこ。いや、でもこっからまだ続くんかな。ちょっと楽しみだわ。まあ、多分まだありそうだけど。まあ、とりあえず、これで、表編なのかな？ストーリー、終わりました。いや、ちょっと、ナッパ大猿がね、ちょっとマジビビったね。これ、結構ね、ビビったんだよ、これ。いや、でも俺的には、なんか、クーラの、なんか、なんだっけな、フリーザか。フリーザ戦ってる時に、クーラが来んのがね、一番ビビった。あれはね、一番ビビったわ。いや、クーラー来ると思わなかったんだよね。まあ、大猿ベジータね。まあ、正直なんか、大猿編、そこまで強さ感じなかったな。なんか、破滅できてたし。ブリーザ編はでも、クーラー以外そんなになかったよな。ターレスとスラックも、所詮、なんか、駒扱いだったし。ご飯のところとか一番内容薄くね。なんか、メタルクーラーしかいなかったよね。いや、あんまりだったなぁ。セル編がね、全然少なかったね。で、魔人ブー編はね、ちょっとおもろかったなぁ。ブロリーとジャネンバでしょ。いや、あれめちゃめちゃおもろいんだよなぁ、あれ。いや、それとね、神と神出てくんのはね、ちょっとビビったわ。あれはね、やばいね。神と神のね、あのシーン出てくんのはちょっと意外だったね。ゴールデンフリーザーはね、まあ、神と神出てきたから、まあ、ちょっと予想してたけど、で、ゴールデンフリーザーと、メタルクーラーか。なんかまあ、メタルクーラー、なんで出てきたんだろうな、あれ。まあ、とりあえずまあ、メタルクーラー、ちょっと
とよくわかんないけど、まあ所詮は雑魚だったと。で、あとトアね、トアとミラね。最後トア様協力してくれるんだね。でもミラね、あれかっこよすぎ。なんだっけ、あの白い大猿みたいなさ、もう何回も言ってると思うんだけど、いやあれかっこよすぎだな、あれちょっと。しかもめちゃくちゃ濃いイケメンだったし、誰なんだろうキャラクターボイス、見てなかったな。いやほんといいゲームだった。いや多分まだ終わりじゃないんだろうけど、いやーマジでね、それはね、カカロットと確かに並ぶぐらいにはあるね。カカロットをね超えるのはねちょっと難しそう。 DLC 含めたらね、あのカカロットの方がちょっとどうしても上だと思っちゃうんだよね。まあ、つってもあの俺まだゼノバースの DLC 一個もやってないんだけど。でもね、なんかスーパーのなんかビーストとかもなんか DLC であるらしいから、正直めちゃくちゃ楽しみです。 DLC はね全部やる予定なんで、いやマジ楽しみだね。さあここからは、まあ、僕もどうしようかな。パラレルクエストってやつね、なんかあのモンハンでいうギルクエ、ギルクエじゃねえわ、集会所か、それもあるから、まあ、それも進めていくんだけど、何やる、何やった方がいいんだろうねこれ。まあなんかコメント欄に、まあ、ストーリー終わったらこれやった方がいいですよみたいなのあったらちょっとぜひ書いてほしいですね。まあそれ参考にしてやるんで、あとはね DLC どのタイミングでやるかだよな。まあ多分次の動画から DLC なんかな、それともなんかストーリー編始まるのかな。まだ、まあここから先もまだまだ続くよってことです。いやーこれでね、じゃあまあ、ちょっと僕もう黙るんでこのプロローグ終わるまではちょっと僕黙るんで、まあ、ちょっと飲み物でも飲みっか。未来ご飯かっこよすぎー。
次。サンキュー、ウィスさん。おかげで助かったぞ。終わったようですね。それではさっさと帰りましょう。あまり長い間違う時代をうろうろするものじゃありませんからね。そうなんか？今回のお祝いすっからごちそう出るって聞いたんだけど。そう。残念だな。どうしてそれを早く言わないのですか？え？道理でさっきからビルス様の姿が見えないと思いましたよ。さあさ、そうと分かれば行きましょう行きましょう。ちょっと待って。アラパーティー。ウィッサー。あら、ごちそう。ちょっと。もいいんじゃない？悪い。どこの誰なの？僕の大切なおやつの時間を邪魔するおバカさんは。いやビルス様。あ、おいぼれ海洋神か。これはビルス様。なんじゃまたこっちに来とったんか。時々の卵が帰ったお祝いをするんだって。ちょっと覗いていこうと思ってさ。卵ごと時の巣を破壊しようとしてたくせにの。だから全部聞こえてるからね。君の独り言は声が大きすぎるんだ。わざとなのか？いいだろう。そこまで言うなら今度こそ破壊してやる。どうぞお二人とも召し上がれ。どれさあ願いを言え。どんな願いでも叶えてやろう。別にシェンロンに頼まないで私が作ってもいいんだけど。チーズ、時々チーズ。そうね、全員分用意するのはさすがに大変だし頼んじゃいましょうか。チーズ。こりゃドラゴンボールを狩るはずみに使いよってからに。まあまあいいじゃないか、せっかくのおめでたい日なんだからさ。そうですね。ではここにいるみんながお腹いっぱいになるくらいのとびっきりのごちそうを出してちょうだい。たやすいことだ。ウィス、やっぱり寿司はうまいぞ。いつの間に。一時はどうなるかと思ったけど、あなたたちのおかげで助かったわ。トランクスもね、いつもありがとう。いえ、皆さんのおかげです。悟空さん、さっきからどうかしたんですか？いやずっと気になってことがあってさ。何ですか？おめえたちって結局どっちが強いんだ？それはやっぱり先輩の方が。何言っとんじゃ、そうとも限らんじゃろうが。悟空だって兄貴より強くなったんじゃからな。どっちかしらね。そんなの戦ってみればわかることじゃありませんか？だよな、やっぱそうこなくちゃ。よし、かかってこい。ちょっと待て、どうしてそうなるんだ？この場合戦うのはこの二人だろ。お前はおとなしく見学していろ。え？そんなんつまんねえじゃねえか。ほう、悟空さんたら